は特別ね。はい、これ天然のえのき茸これはもう使います。はい、天然のえのき茸です。これはね、限りだけを商品化したキモトです。おそらくニガフリタケというキノコで、毒キノコです。フリタケっていうキノコが今のシーズン美味しいキノコとして知られてるんですけど、それに似てるけれども黄色っぽくて苦みが強い毒キノコで、これ一見こう地面から出てるように見えると思うんですけど、まあ、基本的には材を分解して生きているものなので、おそらくこの下に根か何かがあると思います。苦味がある。裏ビニがある。時間で見てるとね、一番いい状態の写真が載ってるんですね。だからこういう状態の写真は載ってないんで、童貞ね、初めて見られる方は難しいですね。柳松茸が出るとね、もう大体は10年ぐらいでもうたね、途中で取られて、では宿題になって残ってたんですけれども、まあぬめりすぎたけもどくかなって言いながらね見てました。でこれまた今年も赤ちゃんです。またこれね、来月までうまく残ってれば大人になった。大人はね、成人の性ミーティング性器って言います。で子供の時これは幼稚園のよう日腸菌腰筋性器腰筋。キノコの成長段階はこの3つに大きく分けて話をします。はい、これは肉薄畑やね。肉薄畑のね、まだこれぺっちゃんこになって踏まれてあれしてるけど、ぺっちゃんこれ切り株です。これ切り株、これまだ葉っぱがあるけど、ね、これのけたらねキノコ死んでしまうんで、これ引っ張ったらかわいそうやし、このまま置いときます。だけど落ち葉が次々上落ちるから、みんなわからんと上踏んで歩いてるからね。あ、またブチッブチッっていきそうです。いや、あーんとこあ、もちろんこれはね白いですけどね、このキノコが出現できた時に日が当たるか当たらないかに決まる。一遍白くなったらもう黒くならないし、白くなったやつに影にしても白くなりませんから。はい、これがね新しい今出たとこ、これカワウソタケ、日本カワウソのカワウソね、あれのね皮膚とよく似てるんでね、これカワウソタケの赤ちゃん。ありがたい。見とってみてください。こんな、はい、ね、傘の表面のね毛がもう気持ちがいいってね。ご飯食べられへんかった。ね、口が1ヶ月間腫れたって苦情をね九州の方で受けた観察会がありました。だからそれ以外はもう以後はこれも同じやつ。ツバキですね。ツボがあってツバがない傘に乗船が発揮遺物みたいなのは少ないです。 ありますよ。木によるって豊竹の中身。おー、立派やな。マスカサついてるね、ほんまに。いろいろあるんやけど、これはマスカサ竹で一番数が少ない、珍しい。これ
裏が針状になっています。針状になっている。こちらに一人だけの、ね、犬専門があります。またピントが。ね、あの松ぼっくりもね、あの京都御苑だけでもいっぱいあるんですけども。犬専門。これすごい。どこどこもいっぱいや。みんなこの辺な、こんなみんながいっぱい出てきてるな。ちょっと古いけどな。はい、これがね、あの天然のエノキタケ。ね、ちょっと古いけどね、朝見せた写真のように綺麗な状態ではない。噴水してますね。まさかこれも庭ですか。ちょっと。名前が出てこない。細いな。細いですね。うん。うつばたけ系のやつね。もう見たことある。図鑑で見たことがある。キチャホウライタケ。やらの近くやと思います。キチャホウライタケってココアタのキノコもあるんですけどね。あのそういうあのちょっとね まだあのはっきり分類もされてないと思うんだけど、あのこういうやつは今も、分子系統あのあれあの DNA で。あの遺伝子のね、あのこれ大きな松やで、かい、ここ平竹あるんです。ああ、ここが松の平竹ね。あのさっき写真で見せてたけどね、平竹が針葉樹、松に出ているところです。カワウソタケね、あのカワウソタケの中でも珍しい方で、これも御苑で3カ所ほど出てるとこあるんでね、あのもう記載してますけども、この茶色いのは胞子の色です。周りのね、はい、ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。今回はその夏から秋にかけての暖かい時期のツルタケであったりシワタケっていうキノコと、あと冬のキノコ、エノキタケとヒラタケっていう、これが混じって見られるっていう、かなり興味深い時だと思うんですけども、まあ、しかしこのシーズンに見られそうなのに見られなかったなっていうのが、紫しめじっていう、C の林の葉っぱの上に紫色のキノコが生えるんですよ。そういうのを見なかったなぁというのが個人的な感想です。で、これからちょっとキノコの種類っていうのは寒くなるにつれて減ってはいきますけど、まだまだ冬のキノコがたくさん出るのは出るんで、ぜひ身近なところで探してみてください。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。12月は12日ね、今ね北出君が言ってくれた紫しめじもね、ちょっと出るところのコースを12月は歩きたいと思います。冬には冬ね、春には春、独特のキノコが出るんでね、楽しんでいただけるようなコースをまた考えて歩きたいと思います。